イギリスが誇る空母クイーン・エリザベスが南シナ海へやってくるようです。その際、韓国に寄港するという情報が入ってきました。今回は、クイーン・エリザベス空母が韓国へ寄港するという話について見ていきましょう。でも、一体、なぜ韓国に寄るんでしょうね。イギリス海軍の最新型空母クイーン・エリザベスは、約7ヶ月間のインド太平洋地域軍事協力のため、母港であるポーツマス王立海軍基地を、現地時間の22日出港したそうです。女王の名前を冠したクイーン・エリザベスは、イギリスが31億ポンド、約4740億円、約4兆9000億ウォンを投入して、2009年、平成21年から建造した全長280メートルの6万5000トン級の最新鋭ディーゼル空母です。空母ですから艦載機があります。イギリス空軍とアメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機が18機、攻撃用ヘリコプター、対潜水哨戒ヘリコプターなどを搭載しています。45型の駆逐艦2隻、23型対潜フリゲート艦2隻も随伴し、アメリカ軍駆逐艦とオランダのフリゲート艦も、艦隊の一部を編成します。乗組員は、総計約3700人という大船団です。今回の航海で、クイーン・エリザベスは、約7ヶ月で40カ国を訪問する予定になっているそうです。地中海からスエズ運河を抜け、インド洋を航行し、シンガポールやインドなどに寄港し、その後、南シナ海を通って、フィリピン海へ向かう予定になっているそうです。もちろん日本にも寄港し、自衛隊と共同訓練を行う予定になっています。この訓練は、中国に対する、牽制戦略の一つだろうという推理も、一説には囁かれているようです。韓国国防部は、4月27日、我が国とイギリスの国防協力増進と親善交流のため、イギリスのクイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群の今年下半期の釜山港寄港要請を受け入れたと明らかにしました。また、両国は空母打撃群の訪韓に関しては、徹底的に防疫措置を講じ、具体的な交流協力活動について、今後協議していく予定であるとも発表しました。ポーツマスの出港に、先立ちエリザベス2世女王がクイーン・エリザベスを訪問して艦長らと面談。ジョンソン首相も21日には艦内を視察して乗組員を激励したそうです。アメリカのバイデン政権は同盟諸国と協議、協調して行動し、中国の不当な行動に対抗しようとしていますが、それはアメリカの同盟国である日本も、それにふさわしい負担をすべき義務を負わせられたことを意味します。艦載機搭載のため、空母として改修された護衛艦出雲、加賀には限定的かもしれませんが、海洋の秩序を守る上で、アメリカ海軍と連携して果たせる有益な役割があると思われます。この論説の基本としているのが、中国の空母遼寧には、台湾や南シナ海に関連する対決場面での役割は考えにくく、もっと遠隔地域への展開を想定したもの、いう観測なのですが、その根拠は必ずしも明白ではありません。中国のことですから、持てる戦力を無駄にすることはないでしょう。一朝有事に来援するアメリカ軍を阻止するなど、遼寧の役割は確かにあると見られます。さて、女王空母が韓国へ寄港することについて、ネットの反応を紹介しましょう。好意的なものから、冷静な分析、煽り立てようとしているものなど、様々。
一クイーン・エリザベスが釜山に寄港するのは親善のためではない。国連の制裁決議を破って行われている北朝鮮の瀬取りの取り締まりや監視、瀬取りに協力している国への牽制のためだろう。寄港地の保有国も監視対象になる場合がある。日本海上空で北朝鮮の艦船と韓国海軍艦艇が接近しているのを自衛隊が発見したが、韓国はその自衛隊機に火器管制レーダーを照射、追い払おうとした。果たして韓国は大丈夫なのか?3、垂直離着陸の航空機 F-35B や V-22 などは中国は持っていない。ロシアにもないから、中国の空母は限定的な規模にならざるを得ないはず。一方、F-35B 運用国同士では空母の相互運用ができる。クイーン・エリザベスから発艦した F-35B 戦闘機が日本の出雲に着艦して整備補給を受けることもあるだろうし、アメリカ海兵隊の F-35B がクイーン・エリザベスに着艦して整備補給を受けることもあるかもしれない。4、中国には空母が何隻もある。ということは、反復打撃能力は相当なものだろう。全世界が中国の脅威に気がつき始めたので、いい傾向だと思います。逆に言えば、中国の脅威をアメリカ一国だけでは止められないという現実も、あからさまになったというわけだ。午前世界が中国の増長、暴走を止めなければならない。日本を含め、あらゆる国が世界秩序の崩壊を防ぐため、行動しなければならない時代になってしまった。6自衛隊機にレーダー照射した韓国艦は、遠い昔の航空り、時代の航海をうど。それはいいとしても、潜水艦に安住港という伊藤博文の暗殺者の名前をつける神経は、どういうものなのでしょうね。日本以外の国の人たちが由来を知ったらどう感じるかとか、想像できないのかな。もし、日本が自衛隊艦船に、韓国人が大嫌いな朝鮮出兵を指示した、豊臣秀吉なんて名前をつけたら、自分たちは、どんな気持ちになるかな?もちろん、そんな耳っちい嫌がらせは、しませんけどね。また、日本が韓国を狙っているとか、意味不明な妄想を膨らませているか。日本は、金輪際そちらとは関わりたくないから、いちいち大げさに反応するのは、やめてほしいな。8、イギリスやフランスは離れた国ではあるが、しっかりと中国に意思表示している。日本も見習う時ではないか。国連の常任理事国を目指しているのなら、今がチャンスだし、従来通り何もアクション用としなければ、常任理事国なんて絶対なれない。9、尖閣で何かあっても、イギリス、フランスからの助けはないだろう。日本は持っている航空母艦すべてを投入して、南シナ海や東シナ海の共同訓練に参加し、秩序維持に努力するという姿勢を示せないものだろうか。並んで航行するだけでもいいんだけど。重ミサイルを機体にぶら下げたら、ステルス性能が低くなってしまうのでは?でも、これって、戦闘用じゃなくて、攻撃用?銃の2写真に載っているのは、おそらく、後方用のフル装備ということでしょう。なかなかかっこいいですよね。ステルス機能が、必要のない任務の場合、翼の下に、爆弾を吊り下げることもできるんです。そのためのハードポイントです。といっても、G
実戦でクイーンエリザベスの艦載機がそれをやる状況というのはあまりなさそうですね。フォークランド紛争、1982年、昭和57年で、因縁のあるアルゼンチンが相手だったらできるかも。11、アメリカ国の同盟諸国、日本、韓国、オーストラリアと書いてますけど、この時点で不可能じゃないか。韓国の仮想敵国は日本。旭旗を立てる自衛隊へ攻撃を仕掛ける恐れがあるのでは。レーダー照射事件のこともあるしね。第一、日本には海軍という組織は存在しません。今や中国と属国の韓国は本当に当てにならず、その歴史から見る日本への仕打ちは日本人なら許すことができないことばかり。沖縄県知事は中国領土となりたいのか、はたはた疑問に思います。離島は東京へ変更し、沖縄本島だけ沖縄県とし運営するのはどうでしょうか。中国の歴を知っているのかは疑問ですが、甘い顔して乗っ取り、次は迫害を受けるのは目に見えています。目を覚ましましょうね。知事さん。